2K6 ルーナはソビエト連邦の戦術弾道ミサイルである。クラオインデックスは 2K6 が付与されている。NATO コードネームはフロックマイナス3及びフロックマイナス5。1965年から 2K6 ルーナはより成功を収めることとなる 9K52 ルーナ M に代替された。このミサイルシステムは1953年から NP マザーウフの監督下で 2E-1、e、によって開発が始められた。ルーナ以前には 2K1 及び 2K4 のようなミサイルが設計されていた。ミサイル本体については 2E-1 の担当だったが、その輸送機率発射機に関しては、ザニス E-58 が担当した。ミサイルそのものは固体燃料ロケットであり、誘導装置はなく、スピン安定のみである。当初は s 二十五 a パイオンと命名されていた。1957年に試作車両として、発射車,車両の SPU-S-123A と移動、装填車両の TZMS-124A が作られ、評価には 3R5 ロケットが用意された。これらは1958年にカプースチン R2、1959年にザバイカル軍艦区に持ち込まれた。評価の結果、 TZM はハキシン SPU の完了とロケット開発が決定した。ついで 3R9 と 3R10 ロケットが開発された。1959年12月2日にこれらを生産する決定がなされた。最初の5両は1960年1月に完成し、同年3月に国家承認のトライアルが行われた。1960年にルーナはソビート連邦軍へ。 配備開始され1982年まで維持された。1960年から初年度だけで80両の発射車両と365発のロケットが製造され、1964年までに432両の SPU に P16 が製造された。このミサイルシステムはこれらから構成される。2P21 ジル1 3 4 8 x 8 え、搭載の発射車両のバリアントもあったが、実戦配備されなかった。ルーナがソ連軍に配備されたのは1960年から1982年までである。自動車加速撃兵士団及び戦車士団は、それぞれが1個、ロケット大隊という形で2両の 2P16 を装備していた。キューバ機器において12セットの 2K61 式がキューバに置かれた。 ソ連の 2K6 は少なくとも3カ国のワルシャワ条約機構加盟国の砲兵部隊に高級的に配備されたが、しかしソ連の管理下のままであり全運用がこれらの国に任されたわけではなかった。ありがとうございます。